月曜日ですね、蓮舫さんが出馬会見をされて、出馬表明をされまして、まだ小池さんは出馬表明されてないようですけども、まあ今、港区の区長選っていうのが行われていまして、まあこれ現職の武井さんと、まあ対抗で清家さんという女性の方が、もう一人3人目もいらっしゃるようですが、まあ私は別に、どちらに入れようということについては、まだ最終的には決めていませんが、現職のまあ自民党系の武井さんには直接何かお世話になったとか一切ありません。ただ港区民としても、港区の区民としてかれこれ5年ぐらい生活をさせていただいていて、何不自由ない生活を送らせていただいていますので、まあ、そういう意味では現職に投票しようと思っていたんですが、まあ、いろいろお話を聞くと、まあ、清家さんもなかなかいい方だということで、どうしようかなと考えてるんですが、ただ情勢を僕が見てる限り清家さんがもう現職が負けてしまうような状況になってくるのかなと、まあ、これはもう僕自身が肌感でね、港区のそれぞれの僕の知ってる人に聞いてる程度なんですけども、まあ、この辺の特にあさって港区の結果、区長選の結果が出ること、そしておそらく明日あさってにかけて、東京都知事候補者の多分情勢調査が出るのかな、まあ、月曜日にその辺が大体出揃ってきて小池さんが出馬表明されるのか否かっていう感じでは考えています、まあ、ひょっとしたら小池さんは実際に出馬次第もやらないのかもしれないかなっていうのが見てますけども、まあ我々としたら蓮舫さんを応援してるっていうわけではないんですが、蓮舫さんが当選をするのではないかという見込みを立てています。でもちろんっていう方もいらっしゃるんでしょうけども、ここは蓮舫さんが東京都知事になられた方がその後の解散総選挙が伸び、あと先延ばしになったりとか、現に政権交代の選挙ではやはりちょっとその革新系の人がまた政権を取るっていうのは危険だというのがですね、まあ、蓮舫さんが都知事になることによって国民に注意喚起ができるのではないかというように僕は取ってますけどね。まあ、ちょっとこういった感じで立候補するとなると、この海洋大学を卒業した証明どうするのか、それはこれまで通りでいくのか、まあ、相当詰められることになろうかと思いますし、月曜日の情勢調査でもこれ不戦敗になる可能性もかなりあるのかな。まあ、もちろん山本太郎さんがあとはどう動くのかとか、もちろん時田君ですよね、日本維新の会の時田君が出るのか出ないのかあたりも影響してくるでしょうけども、まあ、いずれにしても小池さんの出馬表明、仮に出馬されるとしたら本当にカツカツまで待つんじゃないかなと思っています。で、我々の戦略、 NHK 党としての戦略というのは、あくまでも東京都知事選挙に24人から32の候補者を出す、ポスター掲示板をですね、ある程度独占とまで言いませんけども、そこはジャックしてしまってですね、まあ犬のポスターをね、僕みたいに愛犬のポスターを貼りたいとか、ご自身の主張、政治的な主張を貼りたい方もいらっしゃるでしょうし、まあ30歳未満の方は立候補したいのに立候補できないという方々の悔しさみたいなものもポスターに込めていただければというふうに考えていますので。いろいろとね、想定以上のポスター掲示、ポスターのデザインが出てくるんだろうなと。で、おととい、ちょうどこの場で、堀江さん、堀江貴文こと堀江さん、堀江元とちょっと話をしてました。50分の予定が70分も話をしてですね、堀江さんもパズルみたいなもの、ゲームにしたい。ゲームをする。そのポスター掲示板に、そのパズルゲームとかゲームをやったりとか、あとはスタンプラリーみたいなものですね。そういった形で、まあ、この政治で遊ぶな、まあ、特に選挙で遊ぶなみたいな、声もいただくことは間違いないんですが、一方で、そういうポスター掲示板を探して歩いて巡っていって、それをネットに上げていくということで、まあ、若者の政治離れみたいなものも防げるんではないかな。もちろんこれ、やっぱり30歳からしか立候補できないっていうのは相当古いというか、やっぱこれは憲法違反だと。職業選択の自由とか、そもそも30歳からしか立候補できないっていうのは、もうだったら30歳未満の人の税金はちょっと割引いてあげるとかしないとですね、29歳で5000万以上納税してるしか立候補できないっていうような、そういった苦情も入ってきております。もちろん29歳までで
ね、弁護士とかお医者さんとかその他の会社を経営している方で何千万何億と納税しているかの人は、あなたたちはまだ社会に未熟だから立候補すらさせないという、このね、今の政治家たちの一方的な思い上がりっていうのはちょっともうけしからん。もうであればもう投票権もやる、選挙権もね、投票する権利も30歳からにしたらいいんじゃないか。18歳から立候補、投票はできるのに30歳からしか立候補できないっていうのは、あまりにも若者に対して、これはもう区別じゃなくて明らかな差別ですので、まあそういったことをできるだけ訴えていただける方が自らでポスター掲示板を使って、逆差別だと、これは区別じゃない差別だと、今の政治家おかしい、ね、他の候補者誰も言わないじゃないですか、非選挙権を下げるみたいなこと今のところ誰も聞いていませんので、まあそういった立候補できない人の声をポスターに散りばめていく。でこれが、まあ3000箇所以上、まあ、東京で1万4000箇所ポスター掲示板がありますが、来年の参議院選挙では30万箇所、全国で30万を超えるポスター掲示板が立ち上がることになります。参議院選挙においては当然のこと、まあ、当然というか、まあ、当然参議院選挙ですから47都道県一斉に、各都道県が選挙管理委員会が立ち上がってポスター掲示板が32万箇所ぐらい立ち上がります。まあ、我々ができれば500人ぐらい来年の参議院選挙に向けて候補者を出すと、まあ、15億円ぐらいかかりますけれども、そういった計画を立てていますので、まあ、今回の東京都知事選挙の我々の勝敗ラインというのは得票率がそんなんじゃなくて、どれだけのポスター掲示上に、有権者の方、まあ、有権者だけじゃなくてどれだけの都民国民の方がポスターを貼っていただけるのかというのが我々の勝敗のラインというのは3000箇所以上、まあ、すでに800箇所以上ですね、貼りたいと申し出をいただいておりますので、プラス3000箇所ぐらいというのが勝敗ライン、まあ、他の党や他の候補者とは全く違う勝敗ラインというのが引かれておりますので、その辺はですね、あくまでも我々は国政政党に復帰するということ、そして来年の参議院選挙で浜田聡を再選させること、プラスもう1名2名、ですね、当選者を出すという長期的なスパンでの今回の東京都知事選挙への挑戦ということになりますので、ご理解をいただきたいと思います。港区長選挙なんですけど、はい、立井さんそつなくやっていて現職ね、はい、まあいいと思うんですけど、まあ清家さん昔私もちょっと会ったことあります、産経にいた人ですけどね、ですね、はい、でこれ立花さんの、私は港区なんて高級なとこに住んでませんからまあ菊島地区はよく知ってますけどダメですけどね、ああそうですね、うん、で清家さんが勝てる要素というのは立花さんから見てどういった感じなんですか。ああもうこれはやはりその東京とかにおける、東京いわゆる東京都内における今の、まあ、自民党や小池さんに対する逆風だということですよね。ですからもしこれで武井さんが勝つようなことがあれば結構その小池さんの称賛というのが出てくるかと思うんですけども、我々の想像以上の逆風、いわゆる立憲民主党に対する追い風じゃなくて自民党とひっついている小池百合子さんみたいなイメージが出ているわけですよね。でそれが東京15区の選挙結果や先週の目黒の都選、都議補選の結果に出てきていて、全国的にも自民党に対する逆風が静岡であったりとか、あと広島の町会町長選挙でも出てきてるんですけど、この23区内の特にその自民党に対する逆風っていうのは計り知れない逆風が吹いてるなとこういうところから、武井さんは頑張ってきたけどもちょっと今回はみたいな、僕は港区民の判断がされるのかなっていうふうに呼んでますけどね。あとは選挙戦に対するあまりマイナスなネガティブな話を聞かなくてですね、どっちかと保守系の区議会議員ですら清家さんを応援してるっていうのは、まあ勝ち馬に乗るみたいな形になってるんでしょうかね。ちょっとそういう、まあただ大きな情報を取ってるわけじゃないので、ちょっと断片的な情報しか取れていませんので、ただ僕もこういう政局っていうか選挙を読む感じでいくと、おそらく清家さんが行くんだろうな。まあ、僕自身もただ一僕個人の清家さんにお会いしたことないです。ただこうやって僕が言うことによって清家さんが当選して僕清家さん入れましたよって言ったらなんかできそうな気するじゃないですか。
多分人間ってそんなものがあると思うんですよ。今ある現職の方だと投票しましたって多分ありがたいと思ってくれないんでしょうけど、まあ一応私のような立場の人間が選挙前に清家さんが当選すると思いますと。で一応こうね武井さん入れようかなとは思ってたけども、清家さん入れといた方がなんか思われそうな気がする、会った時に。で多分同じような考えを持ってる港区民はいっぱいいるのかなっていうのはちょっと思ったん で、それを見て小池さんが月曜日以降の出馬表明どうされるのかっていうのはすごく影響を及ぼす港区長選だと思う。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテックアップ。